コロナの影響で、どの店も今、売り上げに悩んでいるわけですね。そんな時に新規顧客を開拓するというのは、あ至難の技なんですね。そうすると、今までの関係ができているお客様に対して、今、こんなサービスを用意してありますよ、こんな商品がありますよということを発信しなければなりません。今非接触型営業といって なかなか店に訪問してくれる回数がどうも減ってるわけですね。そんな時にお客様の名前と住所が分かっていれば、いろいろな手が打てるわけですね。昔だったら DM が主体になると思いますけど、今だったら Facebook だとか Instagram だとか LINE だとか、いろんな無料で使えるツールもあるわけです。その時 データベースマーケティングというのを私たちは20年ぐらい前から勉強してきているわけですけど顧客を維持するには定期訪問が大事ですけどなかなか定期で訪問することは難しいですけどお客様のためになる情報を毎日では鬱陶しがられますから時々 えー、こんな商品がありますよ、えー、こんなあ今あ、ものが人気がありますみたいなことをメッセージで送ること,と,うとはとても重要なことだと思います。マーケティングというのは売り上げを上げるのではなくて、顧客を増やすことだという言葉もあります。ぜひえー、私たたちと一緒に、えー、顧客獲得のためのめ RM 分析とかデシル分析とか商品デシル分析だとかいろんな分析方法があります。これはもうエクセルがあれば全て並び替えができますからこの3か月ちょっと足が遠なれてるお客さんにはこんなメッセージを出したらどうだろうとかね初めてのお客さんにはこんな情報を提供しようとかっていうのも一つの方法かと思います。ぜひえ顧客 拡大をするためには、既存顧客を中心に、口コミでお客様を地道に広げるデータベースマーケティングを今一度見直してみてはどうでしょうか。